こんにちは。スピリチュアルの女神です。本当に自分に合ったパートナーというのは、自分軸が確立しなければ自分にもわからないもの、自分という人間がどういう人なのかが分かって初めて、どんな相手がぴったりなのかが分かる。ツイン霊の出会いが40前後と言われているのも、ある程度いろんな経験をしてきたからこそ分かることがあるからなのだと思います。特にツイン霊の女性は、女性性に偏った他者依存体質であることが多いため、相手に合わせてしまう傾向も強い。そのままでは本来の自分を見失ったままで、自分にとっての本当の幸せが分かっていないから、まずは自分としっかり向き合って、自分という人間を一つ一つ知っていく必要がある。自分軸の確立、そのためにサイレント期間が存在するのだと私は考えます。サイレント期間の過程、サイレント期間に女性がスピリチュアルな世界に進んでいく人が多いというのは、結局自分とは誰なのかなどを問う時間に入るということなのです。その道に進むきっかけや過程は人それぞれだ。とにかく死ぬか生きるかというような絶望の淵をさまよい、自分と生きると向き合わざるを得なくなる。今までの人生を振り返り、これからどう生きていくかを見直す。その過程において癒すべき傷を癒し、自らの魂に触れ、宇宙とのつながりを取り戻し、愛されていることを知り、思考と行動のパターンを変え、自分の価値や才能に気づき、自分を生きるを確立していく。これが女性を樹立へと導いていく一連の流れです。ツイン霊女性の統合期間、サイレント期間というのは、次に展開していく愛にあふれた最高の人生へ向けての準備期間なのです。もちろん様々な浄化が起きていきますので、いろんなものを手放す過程で苦しみや痛みも伴うでしょう。そういった経験も含め、私のこれからの人生をどんな素敵に作り上げていこうかを自分で決めていく時間なので、サイレント期間というのは、本当は決して悲観するものではない、魂にとっての時間なのです。またサイレント期間の長さは人によって全く異なります。女性が自立を果たさなければ再会できないというわけでもなく、ある程度の準備が整ったところで再会し、彼との統合過程において自立が完成されていくのです。人と比べたり平均を取ったりするのことはありません。私たちには私たちにしか味わえない特別な時間が流れている。そんな風に二人で用意してきた素晴らしい物語を大切にしてほしいと思うのです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。